はい。えー、皆さん、こんにちは。えー、貨幣研究室、ファイナンシャルプランナーの伊藤です。えー、今回ご紹介するのは、えー、明治の旧一円銀貨の MS63 になります。はい、えー。こちらになりますね、えー。未洗浄ですから、ちょっと見た感じ、まあ、 輝いてはいるものの若干の汚れがあるようにも感じられますが、まあ洗ってないのは一目瞭然であるというふうに分かりますね。そして、えー、この輪の方の部分に関しましても、えー、まあ見た目上、一般の人が見たらもしかしたら、えー、単に汚れているというふうに感じるかもしれませんが、まあこれがまさにその未洗浄。 見洗いの、まあ、状態で見しようという状況を示しているものになるわけなんですね。でこの旧一円銀貨に関しましては、まあ、明治3年に発行されておりまして、でえー、いろんなまあパターンがあります。ちょっと見にくいと思いますが、この一円の円という文字のところの一番下の「はい」、跳ねるとこね、えー「回、まあ」。 えー、ここの部分がどういった形かであの分類されたりするわけなんですが、まあ、これは正解炎ではなくて、ごめんなさい、不通炎になりますね、まあ。いろんなパターンがあ,のあります。で、えー、こちらもですね、MS63 の状態がこんな感じなんだなっていうのを、まあ、ぜひご確認いただければと思いますね。えー、値段がね、 えー、この旧一円銀貨に関しても、だいぶ値段が上がってきておりますから、なかなかお高い値段となっているわけなんですけども、まあ、どこまで上がるか分かりませんけど、えー、こういったものね、コツコツ集めて、まあ、楽しんでいただくのがいいかなというふうに思っております。まあ、4つ種類ありますから、4種類ともいずれ見ていただければなというふうには思っておりますが。 えこういうね、旧一円銀貨、新しい一円銀貨、いろんなバージョンね、えー、今後も動画でアップしていきたいと思っておりますので、えー、ぜひチャンネル登録ね、よろしくお願いいたします。